ドラフトキングレプトンカでライブだよ楽しんでいこうぜ。その日の調子いい悪いってどいつ分かるの？あ、なんか体動くか動かないかみたいな動かそうよいつでも動かそう。体動くか動かないか決まります。どこで？志保と野花は前のバンドステレオポニーでゼップ東京は経験済み。だが真央とエリカは初めてです。初のゼップ気分は？いや、もう高揚してますね、だいぶアクション持っちゃう。そうですね、あの先行しますね、やっぱ気持ちの方が、正確さよりも。リハでステージ立ってどうだった？いや、広いので。広いステージで何する？暴れるんです。走り回ります。今ちゃんと寝れた？寝れましたけど、起きてからその不安感がブワーってきました真面目ですね、みんな楽屋に新人のキリンがいた。名前はまだない。いや、今のところその予定はないんで。デビュー未定なんで。まだですね、ちょっと今下積み時代のまだまだ早いよ。厳しいですねキリンにも厳しい。ドラキリンが見つめるステージの2階にメンバーの姿が。先ほどの柔らかな表情とはまるで違う。日が傾き、ドラフトキングの出番が迫ってきた。東京、イエーイ。このよく気を抜いて全力で楽しんでいきましょう。ぶちかましてやろうぜ。せーの、はい。それぞれ別の道を歩んできて、それぞれが今ドラフトキングのメンバーであることには意味がある。まあ、ギターを弾くことは全然他でもどんな形でもできるんですけど、絶対、まあ、やっぱ巡り巡って出会ったメンバーがいるからだと思います。はい、うちからドラム取ったら何も残んねえなと思って、あの冗談交じりで言うんですけど、多分ドラムやめたら死ぬと思うって言ってるんですけど、多分本当に死ぬかもしれない。でも本当夢があるからです。夢は叶えるものだと思ってずっと信じてきたので、自分がやってることを信じてたらいつか見えてくるんじゃないかなって思ってます。ここゼップ東京にエリカの声が響き渡る。小さい頃から歌手になりたいと思っていた。それを確信したのは5歳の時、結婚式で歌った時だった。ほら足元を見てごらん、それがが始まりで、5歳の時、5歳の時ですね、保育園生の。はい、にも私はもうみんなの前で歌う人生を歩むんだろうなっていうのを小さいながら思ってました。メンバー全員の夢、武道館。ここに来てくれたファンと共に、まだ見ぬステージに絶対立つ。まさかでもこんなに早くドラフトキングでゼップに立つとは思ってなかったので。じゃあいろんなものをワープして。ワープして、そうですね。じゃあもう来年あたり
本物キリン出てきます？違うよ、あれそうじゃない？あ、武道館、あ、そっか、もっと先行っちゃった。初めて愛したあなたのために飾りもつけずに送る言葉。未来定番曲フューチャースタンダード